ヒーローになっちゃってあげてくれると嬉しいかもしれない。ごめんよ。テトラです。トリ、ありがとうございます。さっきそう、見てる時にアヒロだった後に、ここから4年生のそうですよって、あいと言われて、4年生しか出てないと思ってびっくりしてたんですけど、ね、そう、みんなの弾き語りからこれ全部4年しか出てないと思ってびっくりした。マイクを立てるのがセトラ実は初めてだし、そう、意外にも、ね、前回実はハマりあったんやけど、いやこれ無理やわと思って、そう、前回はマイクが立てなかったけど、今回はちょっとハマろうって、ね、ハマりに来ました。歌詞を覚えなかった今回ハマりばっかりで、なんでもならないって言ったから終わってしまいますな。ねえ、晴れやな。だから晴れなおばさんや。晴れなおばさんや。晴れなしか言わないおばさんになって。毎回来るなし。毎回どこのタイミングで出番になるの？真ん中でも。そう、真ん中でもそうやな。晴れなおばさん。1年生のくらい見てくれてんやろ。そんなに。テトラ、ローマ字でテトラっていうののバンドがありまして、ひらがなでテトラのコピーバンドでやってもらってます。はい。あ、そうですね。1曲目が素直っていう曲でしたね。はい。でした。で、2曲目がベイビーっていう曲ですね。これはね、一番苦戦しましたね。多分今までの曲で一番止まったやつですよね。なんか忘れちゃう。一回思い出さんと忘れちゃう。今日ね、リハビリだったからね。ちょっと怖いですね。一回曲聴きたいわ。そう3人で聴きたい。さすがにそれはどうない。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。テトラでした。